はいどうもこんにちは、サイです。今日はですね、種棒を書いていきたいと思います。ポケモンの書き方は再生リストにまとめてありますので、よかったらそっちも合わせてご覧いただけると嬉しいです。体を丸くくるくるっと下ろしていって、先をちもっと書きます。でこっちは足をよくくるっと縦長の丸で書いて、ピッとラインを入れます。でこう続いてくるような形でくるくる、で反対側回し、横、で上に丸く帽子みたいな感じでかぶせていきます。くるくるくる、で帽子の上にくっつけて目を縦長の丸で描いて、中ももう一丁ちっちゃい縦長の丸を描きます。でこっちは角度がつくのでちょっとちっちゃくなります。でこれを縁取るようにくるくるくる、で帽子をくるくる横、くるくる、でくるくる、でラインをまたくるくる、でもう一個くるくる、で目を黒く塗っていきます。はい、というわけで完成です。もし参考になったらチャンネル登録やいいねボタン押してもらえたら嬉しいです。で何か書いてみたいリクエストがあればぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい、というわけで今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。